学歴は必要か？その点において、ちょっと考えることはある。鉄血のウルフェンズ、それでの理想としては、鉄火団が勝つことだ、か。ジムも、まともにできない、そんな連中にその後、何を託すというのか。愛すべき烏合の衆、現実、としては？プログラムを作るにせよ、勉強、は必要だ。独学よりも、教えてもらう、方が効率的だ。学歴、とは、その最前回の果てにこそ、ある。その学校には、教えられる技と知識。しかし例外的事例、どうやったら景気は回復するのですか？どんな大学にもないのだ。これについての、答えは？現在でさえ、試験駆動の連続のような話。多少、成果は出ているが感覚論での歪みが今は、ない、とも言い難く。これ、に関する知識は全て間違っている状態から再構築するとき、学歴はむしろ邪魔。